こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青をお送りしたいと思います。今回は最下位スポーツスマートスです。N2 から上がってきました。さあ、能力はどんなのかな。いや、なかなか強いですよ。特にキーパー、簡単に点は取れないと思っといた方がいいですよね。7% しかない。重ねてます。さあ、キーパー起き上がれるか。早く点を取りたい。そしたらそこからほころびが出てくると思うんですけど、無理か。もうダメだ。ちょっと嫌な予感がします。まず引っ込んでほしい。相手の疲れを待つのが必要です。さあ、これにちょっと角度は悪いが、取られてしまった。ミホすごいね。回り込んで取った。ファール。イエローカード。ドナミネ。前半終了。まだ点は両方取れておりません。行きましょう。これもう一気に3人交代して勝負に出ます。
さあ、フェアにチャンスを作った。センタリング。先にがキャッチしてしまう。いまいち攻めきれません。相手ボールをスローになってしまいます。ゴール前やばい。あーっと選手権入れられてしまった。まずいな。攻めないといけません。そこまでいかないんですよね。本当チャンス的なチャンスが全くない。ようやくチャンスができて、クロネが同点に追いついた。とにかく1点差で多いから、これで勝つことが重要です。チームじゃないですよね、これ。時間はここほど過ぎていきます。フェアリー、これはちょっとやっぱり厳しかったか。気をつけて。センターに見されて、これは遥か直接キャッチ。さあ、もうほとんど時間がありません。積極性を見せないと笛を吹かれてしまう。あー、ここはです、1対1を同点ですね。これで引き分けです。3位ですね。1位の筑波大学とは勝ち点は2点差です。のままです。
ゃいません。くるみが疲れている。節子あと一周で戻ってくれます。いますよ、大阪ですからね。節子復帰。ということで、今回は富士四万十戦でした。1対1を引き分け。続いてリマッセ大阪戦ですね。これボロボロだな。なんかいい選手も怪我が多いんですね。だから控え選手を無理に入れて無理に働かせてるせいで管理ができてない状態です。ボロボロですね。これはちょっとチャンスだと思った方がいいです。だから4位なんですね。まあこちらホームでは勝ってるんで、今回のアウェー戦でも大阪城スタジアムでしっかり勝っていきたいところですね。応援よろしくお願いいたします。そしてですね、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。僕ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。カルチョビットは今まで遊んだ動画の記録プレイリストに載せております。 URL 説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。